皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。もしかしたら面白いんじゃないかと思う固定をやります。太っちょ剣士を使いたい。なのでリーダーをヘッジホックにしました。まあ、キャラクターやってるってのと太っちょがね苦手なねキャラたちをねヘッジホックやってくれるんですよね。ただまさかの1戦目からお相手が、バルキリー。バルキリーは無理だ。両方とも対空ね。固定のこれやばいね。普通にあーイフリーとかこれでやるしかないですよね。頑張りましょう。大型はもうバル落とせないんで諦める。迎撃もヒュドラしかいない。はい、さあ太っちょ出して飛ばして取って、まあ、まずヘッジからいきますか。でバルキリーでしょ。でこのバルキリーをイフでやりたい。おおまさかのガッツ、そうくる。さあバルやってほしいんだけど目に残ってらっしゃるね。じゃあここはまあやろうか。これではいヘッジホックレム。あれヘッジホックレム熱いとか。うん、ひとまずここはよし。そしたらここもヘッジいこうか。うん、はい。でバルキリーが来ましたと。そこ倒してほしいんだよねレムに。まあここは倒してくれたんだけど、まあ、僕の駒出されちゃったと。首は飛ぶんだけど、まあイフ出してイフレートでなんとかしたいねこれはね。うーん、ブラドラかなここは。はい、ブラドラ。え、レム負けてんの君もしかして。マジか君。しかもそれ倒せてないんだ。しかもあの我が魔導さんも倒せてない。ブラドラくん、マジで言ってるそれ。取られるよねこれ。無理だね。これ別にヘッジがどうとかじゃないね。あのバル死んでないのか。マジか、さっきのイフでやれてないんだ。計算しようこれ。おぶねガチで落ちる。バルパピオンだと思うんだけどな。この方はね結構パピオン使ってるイメージなんだよね。はい、点差27。まあ完敗50弱なんでいかなくていいか。はい頑張りましょう。お相手がフランケンリーダー。あ、てかフランケンフトッチョとかも面白そうだな。だってフランケン出して飛来神をフトッチョで拾って襲いかかりに行く。まあ、おにんこフトッチョも面白そうなんだけど、なんか全部面白そうだわ。困ったな。でフランケンやらなきゃダメなんだよね。うん、大型には必須でフランケンやれるキャラ。いやまずいね、なんか全然迎撃とあれしっかり入らないね。まあしゃあないか。これは太っちょ3下3下悪口になっちゃった。でおやつヒロニク、まあ、3体いるんで取れますパッて。え、マジ危なっ。はい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 、なるほどね。あ、フランケンさんはなんとかしましょう。しなきゃいけない。フランケンさんマジで重いんだけどね。体力多すぎじゃね。ネズミ2本切ってやっとギリギリなんだけど。で一応あいつは倒したのかな。はい、この太っちょ軍団をお相手が
どう止めるかなんだけど、パピオン行くか。うん、もう太っちょ軍団は止められちゃいましたね。まあでも別にいいんだけどさ、フランケンもう一本いるから、フランケン倒せること、倒すことを考えてキャラ切らないといけないからな、これ。お、倒したね、えらい。さあおやつ行こう、おやつとエッチなケツ行こう。これでエッチなケツ終わり。さあウルフ来る、それは知ってんだけど、ここをね、ナスを使うかどうかなんだよな。ここまだ1本あるもんね。コストはあるんだけど、キャラがいないからナス使っちゃうとまずい気がするんで、ナス使わないでいきます。あーでもやられるなこれ多分。ここにナス行こうか。ヘッジ来ました、ヘッジ行きましょう。これ倒したね。オッケーオッケーオッケー。まどろうかな、この感じ。コストめっちゃ余ってるわ。コストが余ることは分かった。無限にコストある、剣士。全部飛ばされる、これ。待って、ちょっとさ、一個言っていい？首ドラ弱すぎじゃね？首ドラ弱っ！マジ言ってんの、これ。え、ネズミ手帳に変わるんだけど、これ、首ドラ。弱すぎ？剣士全部死んだわ。首ドラ弱っ！そっちの方が衝撃だって。はい。というわけで、判定負けっすね。え、グリドラマジで悲しい、悲しいキャラじゃね？これ。キャラ残ってなかったなぁ。はい、それでは続いていきましょうか。お相手が、サイクロリーダー。サイクロか。サイクロは、どうしよう。正面から戦うキャラしか固定しないんで、今回支援キャラ固定とかでもいいと思うんですけどね、太っちょとの相性は。ただまあブルードを倒したいっていうところで、今回ヘッジを固定にしてるんで、まあブルード実際めちゃめちゃ出てきてるじゃないですか。でもそれは間違ってはないと思うんですけど、サイクルやれるキャラいきますか。ちょっとキャラ数これもまた気になりますけどね。ワイバーが刺さんなかったらもうマジできついけど、で、もうこれおやつ落とそうか落とさないか関係ない。第一に裏技いく。行きましょう、打ちましょう。オッケー。こうケルベで行こうか、もう守りながら行こうか。さて、あーなるほど、コングブルード、オッケーオッケー。あーブルードその分の、じゃあここに行こう。バイバさあオッケー、一騎打ち避けて、ここピクドラ行こうかも。こんだけ多かったらね、悪くないんじゃないかというわけで、でケルベゴ横当てできてるかな多分。あ、できてなかったけど、まあやってくれるでしょ。うわこれマジあれじゃん、今の。おやつないか、これ。おやつはない。アーチャーいいのか、これ。えぐ。アーチャーはガチでえぐいな。さあ、わしづかみは成功してる。ただ、お相手もすげえきつそうだ。まあ、こいつ落ちるんですけどね。決めがいこう。もうキャラが残ってないんで、今回私。はいはいはい。剣士は倒してほしい。で、この剣士たちどうするの。まだ1分残ってて、キャラがいないでアーチャーがいる相手に。しかもアーチャーすげえとこにいる。真ん中行こう。わしづかみしてもいいぞ。しない。そっち行く、で上行く。いや上行かなくてもいい。これどっか行ってくれたらワンチャン決めが前行かない。行かないか、なるほどね。でも多分キメラさすがにゼウスはやってくれると思うんだけどな。うん、やった。まあ、おワンチャンある。これキメガのこの動きでワンチャン落城悪くね。ないか。いや出すぎただけだ。なかったか落城。残すたまんないですね、出すぎっすね。もったいない。これサイクロブルードだよな多分。ゼウスなのかな。
はい、頑張りましょう。ラストかな。お相手ミノガールですね。ミノがもう、まあ、ヘッジで一応ギュリ取れてます。まあ、ヘッジもねキャラグラやってなかったら正直触んなかったと思うんだけど、まあ、せっかくやってるんでね使いましょうというわけで、ヘッジ太っちょなんていないっすよただこのね太っちょ剣士を固定したことによって、まあ、裏技の剣士を無駄なく必ず使えるっていうのがね面白い。迎撃ないんですけど行ってみます。ケットシーかなー、ちょっとなー最近使いづらくて。吹っ飛ばないそれ、マジか。一応打ちますか。はい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 、さあなるほどね。じゃあもうブルがいきます。で、ミノが出てきた。まあそこやれればとりあえずいいんじゃないの。ブルガーは行っちゃうんですけど、まあ別にいいんじゃない。ああやれないか、そこ惜しい。ブルガーだいぶ削られちゃってるね。でも今回、ああそれ打てないのきついな。それ打ってほしかったな、さすがに。でんちゃほは打って倒してほしいんだけど、倒せる？そこ倒したね、とりあえず。で、こいつが問題なんだよな、このユウスケってキャラ。こいつマジできついんだよね。なるほどね。うん、これ狩られるよな、多分。ユウスケな。コストはあるんですけど、一応コストはあるけどもって感じ。これプランターやばいかな。まだワンパンじゃないね。オッケーオッケー、まずなんとかなりそうな流れはある、空気はあるけど、ごめんゴースいるんですよね。危ない。というわけでドローっすね。危ない。なんかヘッジホックどうこうじゃないな、なんかいろいろきつかったな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました、ヘッジホックでやっていきました。まあ個人的な感想としてはアビさんで使う必要はないんじゃないかなって感じがしました。アビさんよりはなんかもう裏で引いて、まあ、金バッジないし虹バッジ引いた方が強いんじゃないかなっていう気がします。なんかアビさんでアンチ引かれるとかそういう問題じゃないですね。アンチ引かれてなくても別になんかヘッジじゃなくてもいいんじゃないかなっていう気がして、まあ、身の回りやってるとかでかかったんですけど、うん、ただまあそこだけ。ブルードもやれるけど、それ別にカマキリでもやれるよなみたいなところがあって判断が難しかったです。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。